はい、それでは 4BD 昨日の前回の続きをやっていきましょう。これです。黒、기름값도비싸지고운동도부족한것같아서요。緑、기름값도비싸지고운동도부족한것같아서요。青、기름값도비싸지고운동도부족한것같아서요。最後です。기름값도비싸지고운동도부족한것같아서요。はい、答え合わせをしていきましょう。一番最初、기름값도비싸지고、これは기름って言ってますね。기름で、辞書の一番最初に出てるのは기름は油なんですね。で、カップと言ってます。油の値段でイコールガソリンのことなんですね。ガソリンの値段、기름と、まあ俗っぽい表現なんですけども、韓国語の中ではガソリンのことを기름ということが多いんですね。기름값도비싸지고、高くなって、運動度、不足한것、次なんです。不足한것、最後どう言ってますか？不足、運動も不足して、不足한것같았어요。不足한것、같았こうなんですね。最後ね、買ったそうよ、運動も不足しているようで、買ったそうで、ここで切れるんですよね。買ったそうプラスようなんですね。運動も不足しているからなんですということなんです。運動も不足しているようだからなんですっていう、そんな言い方なんですね。不足看護買ったそう、ちゃおぴし다녀요ということね。それが省略されて、これはまあこういうちょっと、文法的になんか分かりにくいと感じるかもしれませんが、買ったそで、たおぷし다녀요というのが省略されてて、よがついてると考えればいいと思います。기름값도비싸지고운동도부족한것같아서요。